わ、主？なんだ、どうした？気にすんな、声をかけられてびっくりしただけだ。時間ができたから暇つぶしに部屋で使う道具を作っていた。大工を助けた時に知り合いになってな、お礼も兼ねてちょいと教わったんだ。褒めても何も出ねえぞ。あと見ててもつまんねえだろ。大工用の作業台と本棚だ。買うより作る方が安いかな。見てるだけじゃなく、大工作業は実際にやらねえと本当の面白さは分かんねえぞ。そんな浮ついた気持ちで始めんじゃねえ。素人が下手にやると怪我するかんな。まあ俺が教えてやってもいい。ああ別に構わねえよ、教えるくらいなんてことねえかんな。主は何を甘いことを言ってんだ。やるからには徹底的にやるに決まってるだろう。ダメだ、主には立派な大工になってもらう。まずは金槌の使い方からだかんな。さっ始めるぞ。ぼやぼやするなよ。ちんたらしてっといつまでも終わらないかんな。